皆さんこんにちは、心理カウンセラーの乗田健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、大阪に、昨日から泊まっておりまして、今日一日大阪で己所太郎道場という、筆文字の教室をさせていただく予定です。いつもですね、ホテルに泊まると、このコーナーを必ずやるようにしています。ホテルのスタッフの皆様へ感謝のハガキを書いてみようのコーナーです。パチ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 。まあ、みんながですね、この動画を楽しみにしているかどうかというのはよくわからないんですけれども、せっかくですので、まあ一つの目的はですね、まあ笑顔の循環を、みんなで起こしていきましょうよという目的で、やっております。ということで今日もですね、時間がなくてですね、9時半までに会場入りしないといけないんですが、もう実は9時を回ってしまったということで、ちゃちゃっと変えてみたいなというふうに思います。こんな感じで、見えますでしょうか。さあ今日はどんな感じで行こうかな。久しぶりにちょっとはみ出し地蔵で行ってみようかなと思います。はみ出し地蔵という、お地蔵さんがはがきからはみ出しちゃうようなね。ちょっと時間が、いつもね、時間に余裕持ってやろうと思うんですけど、なぜかギリギリになってしまうという、そういう方にいますかね。さあ、お地蔵さんかわいいですね。さあ左右に行ってみましょうか。これ前書いたかな、ちょっとあんまりもうだんだん昔のあれを覚えてなくてですね、まあ、こんな感じでちょっとお地蔵さんにニコ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 楽しそうに、お地蔵さん簡単に誰でもかけて、ちょっと入ってるといいですよね。でこの空いてる場所に何しましょうね。ありがとう。映ってるかな。しましょうか。ちょっと、いつも言ってますが、ホテルのスタッフの方へのメッセージと分かるようにしておくと、忘れ物とね、勘違いされちゃうとね、困るみたいなんですね。ちょっと赤のペンでほっぺたでも入れときましょうか。ちゃん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 。さあできました。という感じでこんな形になりました。ということで、ちょっととしまして、今日はこんなハガキになりました。ありがとう、ホテルスタッフの皆様へ、いつもありがとうございますというちょっとシンプルなハガキになりますが、かわいいですね。あっという間に慣れてくると書けちゃうと思います。僕はですね、日本己所道場という一般社団法人日本己所道場の師範をさせていただいてるんですが、日本全国に今ですね、もう2000人以上の師範が多分いますので、よかったらホームページから検索して、自分の皆さんの地域でも興味のある方は探してみてください。で、このハガキをですね、いつも言っていることですが、直接スタッフの方にお渡しするのではなくて、机の上に置いてですね、こそっと
チェックアウトすると。で、僕がいないところで見つけたスタッフの方がですね、こんなハガキを見つけたら喜ぶんじゃないかなと。いうところを想像しながらニヤニヤしてチェックアウトするというのが、ことをやっております。少しでもね、笑顔が循環していくといいなというふうに思っています。皆さんもぜひ、よかったら真似してみてください。ということで皆さん、また会いましょう。バイバイ。